南アフリカ生まれオーストラリア育ちのシンガーソングライター、俳優のトロイ・シヴァンが、66の国と地域の iTunes で1位を獲得したデビューは、アルバム、ブルーネイバーフッド、2015年に続く 2ND アルバム、ブルームを8月にリリース。先行シングル、ダンスとディスフィート。アリアナ・グランデのミリボルトが公開されたタイトルトラックのブルームと同じく、今回のミリボルトも、ヴォーグ誌の仕事で知られるバーディア・ゼイナリがディレクターを手掛けており、精神病院らしき場所を舞台に挑発的なダンスを踊るトロイとアリアナの表情が印象的だ。7月19日の公開から現時点ですでに300万回再生を突破している。また、トロイはテイラー・スウィフトが現在開催中のレピュテーションツアーにおいて5月19日のカリフォルニア公演にゲスト出演。1月にリリースされたトロイのヒット曲、マイマイマイをデュエットで熱唱した、ジャケット写真をエディ・スリマンが撮影したことでも話題の新作、ブルームは、8月31日にリリースされる。リリース情報、トロイ・シヴァン、ブルーム、発売日、2018年8月31日、金曜日、UICC10039-2200円税収録曲、01。1702、マイマイマイ、03。ザ・グッドサイド04、ブルーム05、ポストカードフィート、ゴーディ06。ダンスとディスフィート、アリアナ・グランデ07、プラム08。フォワット・ア・ヘブンリー・ウェイト・ダイ09、ラッキー・ストライク10、アニマル、日本版ボーナストラック収録予定。本記事は、ローリング・ストーン・ジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。